この動画を最後まで見るとホワイトノイズがもっと好きになる。さらにさらに、はいどうもこんにちは、サバンドへようこそ。レンです。指ドラム練習中です。 P です。こんにちは。いやうまいわ、あれはうまい。あのホワイトノイズのあの、うん、アニメ尺か、うんうん、ちょっとあの練習してあげたんやけど、あれめっちゃ面白い、うん、いい感じ。あのドラム、うん、見てて面白いし、まあ、次最後の恋煩いってリクエスト来てて、でさっきちょっと叩いてたけどめっちゃうまかったから、ね、違う安心して。難しすぎる。すぐ上がるよね。すぐ上がる。難しすぎる。もうあと1週間ぐらいには難しすぎるから。あ、今回は、はい、あの指ドラムでやったホワイトドラムの、ホワイトドラム指ドラムでそんなやつ。指ドラムがハマりすぎてる。ホワイトドラム。あのホワイトノイズのドラムを分析していきたいと思います。そんな難しいこと言ったんや。はい。ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムホワイトノイズのドラム分析動画、早速レッツゴー。まず今回のポイントが2つあります。はい。はい、まず1つ目がドラムセット。演奏じゃないね。まずセットから。うわ、1ミリも見てないよ、まだ。あ、見てない、うん、あのドラム、まあ、見た、まだ、そうか、見てないんか。あの、ドラムに、を意識して。ドラマーが着てる服はかっこいいなって。まあ、みんなちょっとあの、ね、レーサーして、そうそう、レーサーだけど、ね、着てるけど、ドラムが、うん、オレンジ色のクリアなドラムセットを使ってるんだ。で、どっかで見たことあるなって思ったら、うん、実は、アナーキーで使われてた、すごい。ラディックのビスタライトっていうシリーズが今回も使われてるの。で、うん、このビスタライトっていうのが、うん、アタック感、叩いた瞬間のパーンっていうアタック感と、うん、あとミドルローのレンジの存在感がすごい出る、まあ、その存在感のあるドラムやねんか。ずしっとしてるってこと。そう。で、あの、アナーキーも今回のホワイトノイズもだいぶロックテイストやんか。うん、で、まあ、そこでちゃんとこう曲調に合わせたこうドラムのチョイスっていうのをすごいしてるんだなっていうのが。セットを使い分けてんの。そうそうそう。すごいな。豪華。セレブなのやってる。そうそうそう。ちゃんと曲に合ったドラムセットをしっかりちょっとこうあのチョイスしてるのが、まあ、すごいこだわりポイントだなって思うし。確かに。なかなか変えられないもん。そうそう、前回カイトがさ、ドラムが一番大きいって言ってたよ。ああ言ってたね。俺がその時アナーキーもでかいかもしれんって俺言ってたよ、うんうん、でだからドラムのインパクトがしっかりあるんだなっていうのを、ああ確かに2人はこう意識してたわけよ。2人はね、2人はそうそうそう、2人は俺は、そう、2人はこう意識してた。俺はでもホワイトノイズ聞いててめっちゃアナーキー出てくるなって思った。あ、思った、うん、あ、じゃあ3人ドラム潜在的に言ってなかったけど、ね、ドラムなんだって思って今ちょっとこっちで納得してる感じ。納得した、うん、まあまあ、そう、あのビスタライトっていうシリーズをちゃんとこうロックなシーンでこう使ってくるのがすごいこだわりのポイントで、うんうん、まあヒゲダンらしいなと、うん、思ったのがまず一つ目のポイント。はい、はい、で次二つ目が、うん、渾身のブレイク。渾身のブレイクって消えるとこ、まあ厳密にブレイクではないんやけど、うん、あの曲の最後でみんなでこうバーンって伸ばすポイントがあるやん、うん、藤原さんだけになるとこ。そうそうそう、そこのポイントがもうたまらんやけど、あ、ちょ、一回じゃあまあもうみんなわかるやろうけど一回流してみようか。はい、時間がまあ3分35秒ぐらいか、うん、うん、痛くもかゆくもないトーンのところね、うん、じゃあ一回ちょっと聞いてみましょう。はい、なあ、かっこいい。こっちね、こっちのブレイクね。俺その後かと思ったわ。はいはいはい、のじゃーんのところ。そうそうそう。あ、違う。もうここ。ここのこっち、ね。バンドみんなでじゃーんって伸ばすところ。確かにかっこいいね。うん、そう、今までこう、ダン、タン、タッと、ダン、タッとこう走り続けてきた、うん、のリズムを、この最後の最後でバーンとこう一瞬解放するような感じの、うん、この一瞬の決めがもうたまらんくて。うん、やっぱ早い曲だとこのブレイクもすごい生きてくる。ね、映えるね。そうね、うんうん、あの。今までこうタイトにやってきたところを一瞬こう伸ばすっていうね、うん。その変化もすごいいいし、で、これあの、PV とか MV 見て分かったんやけど、うん、この、ダン、タッ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 、ジャーンのところで、うん、あの、松浦さんが、パッドのアップも、シャン、シャンってちょっとこう、刻んでんねんか。あー。これ映像見てみないとちょっと分かりづらいと思うんやけど、うん、あの、しっかり映ってるから。カウントを入れてるの、うん、次の。そうそう、ワン、ツー、スリー、このワン、ツーがちょっと入ってんねんか。へー。で、これが、もうドラマ的にはこう、たまらへんねんけど、普通の音源では、ああいうカウントってあんまり入れないことが多いねん。
ます、うん、あ音源だもんライブじゃなくてそうそう、うん、でそうで撮れるもん別にそうねみんなカウント聞いてるからそれは撮れるはずなんやけど、うん、あそこでこう入れてるのがすごいライブ感があってめっちゃ好きやんかあうんロックとしてはいいよねそうそう、うん、なんか音源では綺麗に聞かせるためにあの他の余分な音を入れないために伸ばすところはそうそう消すんやけど、うんピッピッって歌うもんねこっちはそってるもんただもうロックな曲調やから、うん、あっこの伸ばすところもダーンダッ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 ダンシャンシャンってダーンってこうシャンシャンって言ってるのがもうまさにライブ感があってめちゃめちゃ好きなポイント音源めっちゃライブ感あるよねなあそうあるある、うん、あるしやっぱそういう今回 の, こだあの細かいポイントもしっかりこう、うんロックテイストというかライブ感もあってね、うん、すごい個人的には好きなポイントで多分気づいてない人も多いと思うから、うん、あそこは確かに気づいてない、うん、MV 見たらしっかりあの見ないと分かんないねそうそうそうめっちゃ見たくなったもん叩いてるからぜひここも注目して皆さんもう一度ホワイトノイズ注目して聞いて見てみてくださいはいはいということで本日は以上ですはいはいはいということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムホワイトノイズのドラム分析動画でしたこのチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてますちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそして今回のコメントテーマははい今回のコメントテーマはあのかっこいい MV のねいや好きなシーン MV かっこいいよねかっこいい、うんうん、これねそれもうサムネねまあやってるけど男の子がみんな好きな MV 最初もやってるし最後もこれだよ、うんうん、いや車がいいねあ車もいいねあれかっこいいで皆さんの自分の好きなシーンぜひコメントに書いてみてくださいはい、はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております最後まで見てくれてありがとうまたね楽しいね何が指ドラムが意外とハマってんね、うん、たっちゃんってそもそもさドラム好きなの一番は、うん、一番はピアノが好きなんかあんまドラム好きっていうイメージがそんなにないけど確かにピアノが好きピアノがやっぱりねピアノアプリピアノうんでもさ、なんかこの、うん、何 iPad のドラムアプリで遊んでるのよでもやっぱドラムを好きなんだなと思うじゃん。ああ、まあ確かにね。さっきずっとやってたしね。そうそうそう。なんか、や、意外というか。ね、ドラム好きって意外というか。好きなんだ、実は。意外というか。うん、タツヤピーにとってドラムとは？あと、楽器で言うような、ちょっと。尺じゃ語りきれない。いや、一言じゃねえんだ。30秒ぐらいだった。一言じゃねえんだ。ちょっとその一言で済むような、ちょっと、浅さじゃないわ。浅さじゃないわって言っちゃった。ドラムは深いらしいです。